それでは次の発表に移ります。長崎県中村健人さん、課題名はゆでぴープロジェクト2018大村半端ないってです。よろしくお願いします。頑張れ、おめでとう。私たちが住む長崎県大村市は長崎県のほぼ中央部に位置し、空の玄関口である長崎空港もあり、県内外のアクセスに優れた町です。市内で栽培される主な農産物としてはいちごなどの季節野菜や温州みかんがあります。また大村市発祥の特産物として落花生を主流でしたゆでぴーが有名であり、多くの市民に親しまれています。しかし市内で販売されているゆでぴーの多くは県外産の落花生が多く使用されており、大村産の使用率はわずか 10% 程度にとどまっています。そこで私たち大村 4H は生産者、行政、農協、加工販売業者と共同し、市内で販売されるゆでぴーを 100% 大村産で賄うことを目標とした大村ゆでぴープロジェクトに取り組み始めました。プロジェクトに取り組み始めた29年度は初めての落花生栽培に取り組む中で以下の課題が見つかりました。そこで2年目にあたる30年度は栽培技術の向上、 B 級品の有効活用、地域貢献の3つの課題解決に向けて作付けに取り組みました。作付け概況です。補助については耕作放棄地を借り受け作付けを行いました。次に施肥設計です。施肥については長崎県の栽培基準に基づき施肥を行いました。作業の経過です。作型については10月の水稲やみかんの収穫と落花生の収穫時期が重ならないよう4月に箸を行い、10月に9月に収穫を迎えました。次に収穫から出荷までの手順です。まず引き抜いた株からさやをもぎ取り、付着している泥を人参の洗浄機を使って落とします。その後一晩乾燥させ、等級別に選別を行った後、市内の加工販売業者へ出荷を行いました。次に出荷実績です。29年度の出荷実績と比較すると、重量で 150kg、 永久菌の割合で 26% の減と減収となってしまいました。減収の原因としては干ばつによる結実不足と白絹病の多発が考えられました。課題解決に向けた取り組み、まず私たちは一つ目の課題である栽培技術の向上の解決に向け、市の補助事業を活用し千葉県へ視察研修を計画しました。千葉県は落花生の生産量日本一を誇り、全国におけるシェアは実に8割と大村市と比べ物にならない規模の大産地です。視察にあたって事前に定例会で質問事項を検討し視察に臨みました。はじめに訪れた県の落花生研究室では栽培上の注意点や品種特性についての研修と試験補助の視察を行いました。次に訪れた JA 千葉緑の落花生選果場では、持ち込まれた落花生を専用の機械で脂肪塀との除去と洗浄を行い、選果員の選別後加工業者へ出荷されるという流れで選果が行われており、出荷作業委託による生産者の労力軽減が図られていました。今回の検証を通してさまざまな技術を学びました。特に表記の事項については、増収に向けて重要なカニということなので令和元年産の作付けで早速実践しています。2つ目の課題は B 級品の有効活用です。状態がきれいなものやは A 級品として加工販売業者へ出荷ができますが、中身は食べられるものの、さらに傷や汚れがあるものや生育が未熟なものは B 級品として扱われ出荷ができません。そのため自家消費するしか用途がなく利益につながらないため非常にもったいない状況です。そこで私たちは B 級品の収益化に向けて地元直売所の種々を訪ねました。
山口社長を交えた協議の中で B 級品を原料とした加工品の提案と試作品の製造を依頼しました。原料となる B 級品については約80キロ納品しました。その後試作品としてミデピーパンとミデピーアイスを製造していただき試食を行いました。どちらも落花生の食感と風味が生かされており、とても美味しく仕上がっていました。また期間限定ではありましたが、実際に店頭でも販売が行われました。最後の課題は地域貢献です。私たち大村 4H は地元に根ざした組織を目標としており、地域に貢献すべく下記の事項に取り組みました。まず一つ目に、日頃農業と触れ合う機会の少ない地元保育園の園児たちと食育体験を行いました。内容については5月に落花生の発種、10月に収穫の体験を行いました。収穫した落花生は塩茹でして実際に食べてもらい、殻むきに苦戦しつつも美味しいと好評でした。園児たちには今後も地元の名産という思いを持って食べ続けてほしいと思います。2つ目は産地の PR 活動です。まず私たちはこれまでの活動報告と PR を兼ねて大村市の園田市長へミデピーと加工品の贈呈を行いました。この様子は県内3社のテレビ局で放送されました。また NHK の朝一でも私たちの取り組みが取り上げられました。この活動により各地の方々からテレビ見たばえなど多くの声をいただき、 PR 活動に対する手応えを実感しました。3つ目は生産者への情報提供です。農協主催の栽培講習会において私たちのプロジェクト活動報告を行いました。そこでは新規で作付けを希望される生産者も多く参加されており、今後も生産者が増加する見込みです。考察です。これは10R 換算した経営収支です。これまでは A 級品のみの出荷でしたが、今回は加工品の原料として B 級品を650円で買い取っていただきました。これにより約8万6000円の追加収入が発生し、約28万円の収入となりました。またシミュレーションとして階級別重量に実績の良かった年度の重量を当てはめ、30年度の単価をかけて金額を算出したところ約50万円の収入となりました。支出については約7万円かかり、収入から差し引いた収益は約43万円になりました。このことから落花生栽培における収益は十分に確保できることが分かりました。次の表は大村市内の作付け及び出荷の実績です。30年度は前年と比較すると生産者で9名、面積で1ヘクタール増加しています。また選果レベルの向上により単価も1000円まで増加しています。しかし30年度の出荷量については干ばつによる結実不足と白犬病の多発により大幅な増収には至りませんでした。最後に今後の課題です。2年目の作付けを終え、課題解決に取り組む中で栽培技術の向上、加工品の本格販売、労力軽減と3つの課題が新たに見つかりました。1つ目の栽培技術の向上では、白犬病対策、水管理の徹底など千葉県で学んだ技術を実践しており、令和元年産の生育は順調に推移しています。2つ目の加工品の本格販売に向けては、昨年度は大村 4H だけが B 級品の加工に取り組んでいましたが、農協との連携により他の生産者も出荷できるよう協議を行っています。3つ目の労力軽減に向けては、雑協機の本格活用による作業の機械化を図り、
労働時間の短縮に努めていきます。最後になりますが、今後も私たち大村 4H は落花生生産者の模範となることを目標とし、大村市の落花生振興にプロジェクトメンバーとオール大村で取り組んでいきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの発表時間は9分58秒でした。それではただいまの発表について質問がありましたらお願いします。はい、お願いします。鹿児島の神谷と申します。お願いします。落花生産地の振興という課題に 4H クラブ全体で取り組まれて素晴らしい発表だったと思うんですけど、クラブ員の方たち、取り組まれたクラブ員の方たちはこのプロジェクトを通してどのような、感想というか意見を持たれたか、何か話の中で出てきたか教えていただけますか。はい、まず落花生の栽培ということで、大村市はもともと腕切りの、ファッション市ということで有名だったのはみんなですね、認識していたところなんですけども、それなのになぜ栽培者が少ないのか、面積が少ないのかと疑問に思っていたところなんですけども、実際に、私たちですね、作付けを行うと、動力やですね、かなり時間かかったりと、手間がかかったりと、いうことで、それなら、作る人も少ないのかなということを、身をもって実感をすることができました。なので、今後ですね、栽培面積の拡大を推進していく中では、収益性の確保も大事なんですけども、まずは労力軽減をですね、図る、術をですね、先ほど最後の課題でも言いました、脱協機の本格活用などを取り入れて今後の推進に、つなげていきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。他にありませんか。はい、お願いします。発表お疲れ様です。大分県の倉園です。このプロジェクトの、リーダーは中村さんということでよろしいですね。このリーダーとしてこの活動する中で、中村さん自身が、いろんなこう調整の仕事とかあったと思うんですけども、苦労した点とか、それによって自分が何か成長したところとかありましたら教えてください。一番の、大変だった点というのは、収穫後ですね、株を引き抜いた後、それを、ちぎって洗って階級別に選別を行うというところがですね、かなり時間の方もかかったということで、やはり自分も、大村 4H の会長として、ですね、その収穫出荷作業も一月くらいですね、かけてしていたというところで、やはり、皆さん他の会員もですね、自分たちの仕事がある中でこう出てきてもらっているところもあったので、なるべくスムーズに作業が進むようにそちらの配慮の方をですね、人集めということでちょっと、私自身、努力したというところをいたしました。そういうところでまた会長としてのですね、そういうリーダーシップ面というところが成長できたかなとは思います。はい、それでは、これで、中村健人さんの発表を終わります。ありがとうございました。